はい、こんにちは。不動産の目で今の世界を語る YouTuber、国際不動産エージェント IPA 鈴木学です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いしますね。今回は前回に引き続き海外就職ネタになります。日本で生まれて海外で勤務した方の多くは、特に男性の場合は、 ほとんどが日本で就職して、勤め先から命じられて、駐在員として海外に行った方々だと思います。でも私は海外生活長いにもかかわらず、駐在員の経験が一度もありません。これまで経験した海外での就職は、すべてが現地採用です。 これ、日本の男性としてはかなり珍しいケースだと思います。しかも私は IT エンジニアとして勤めた16年間で5回転職して6社に勤めましたが、その全てが外資系なんです。つまり、私は日本人として日本で生まれ育ったにもかかわらず、日本企業に勤めたことが一度もないんですね。相当な変わり者だと思います。年表風にまとめるとこのようになります。 1997から2000年、アメリカ企業、勤務地、日本。2000年から2005年、アメリカ企業、勤務地、オーストラリア。2005年から7年、アメリカ企業、勤務地、中国。一時期、アメリカ。2007から9年、インド企業、勤務地、日本。一時期、インド。2009年から12年、ドイツ企業、勤務地、日本。 2012から13年アメリカ企業勤務地日本です今回の動画では2005年から7年までの中国での現地採用の話と2007年から9年のインド企業での勤務の話をします欧米企業とは一味も二味も違った経験でしたし中国とインドは21世紀の世界大国ですから 今の時代に働く人たち特に若い世代にはぜひ中国人とインド人に混じって働いた私の経験をシェアしたいと思います2005年3月2日中国東北部遼寧省大連市気温マイナス4度の空の下スモッグに煙る朝私は IBM 中国のオフィスに初出社しました今にして思うと かなりしい入社風景でした2005年当時、中国 IBM の大連オフィスは社員数350名でしたが、翌年には1000名以上になっていましたので、常に大量の社員を採用しまくっている状態だったのですね。まさに高度経済成長期 私は日本で高度経済成長なんて全然経験してない世代ですが隣のの国にに行くだだけででリアルに経験できるのだと知りました当時私は36歳 IT チームリーダーとしての採用でしたが部下や上司に会う前に若い中国人社員が大勢来ているガヤガヤ騒々しい部屋に通され中国語のオリエンテーションを受けて 人事部から無造作に業務用ノート PC を手渡されました私が外国人だということは知らされてなかったようで多分普通に中国人の新入社員だと思われていたんだと思いますまあこの顔を見ても中国人と区別つきませんからねその後別室で中香港人の上司と2名の中国人部下に会って簡単に食事をしました 部下の数はその後、どんどん増えて、1年後に私は15名の部下を率いるチームリーダーになっていました。また、その1年間で中国各地から来た入社希望者150名以上の面接をこなしました。中国で働いた2年だけで一生分の面接をこなした感じです。オリエンテーションの翌日、会社から渡された PC を開いていたら、案の定。 中国語に設定された PC でした Windows も Excel も Word も PowerPoint もチャットツールも全て中国語表記でしたあとで知ったのですが中国 IBM で働く外国人社員には英語の PC を渡すルールになっていたのですが私の場合は手違いで中国語版を渡してしまったようですまあ中国で働いているので、まあ、そんなもんだろうなと思ってそのまま使っていましたちなみに 中国語版エクセルはこんな感じ。パワーポイントはこんな感じです。漢字だから一応読めますけど、使われる用語が独特なので、慣れないうちはちょっと大変でした。中には直感で分かるものもあります。例えばこれ、オブジェクトは中国語で対象、印刷するは中国語でダインツールボックスは中国語で工具。 スタイルは中国語で格式。でも分かりにくいものも結構あるんですね。例えば、パワーポイントで使うグループ化は中国語で組合。同グループ解除は中国語で取り消し組合。同スライドショーは中国語で原答編。エクセルのワークシートは中国語で工作表。エクセルのセルは中国語で単元格。 ワードで使うドメインは中国語で行き、ハイパーリンクは中国語で超連接。これらに至ってはほとんど理解不可能ですね。Excel で使うマクロは中国語で広し、マクロの追加は中国語で火災広し。例えばの話、Excel でセルの連結をやろうとすると、 オール漢字メニューの中でどれを選べばいいのかが分からなくて5分以上探してしまったことがあります。ようやく見つけたのがこのやり方です。1セルを選んで右クリックする。2設置単元格格式を選ぶ。36つあるタブの中から2番目の体勢を選ぶ。4番、文法構成の グループの一番下にある合併単元格のチェックボックスをオンにする。これ、周りに聞くのも難しいんですよね。中国人のエンジニアはオール漢字用語に慣れてて、かえって英語の用語を知らないから即答できないんです。例えば、含む機って何と思ったらサーバーのことだった。A、B なって何と思ったらマイクロソフトのことだった。C カカって何と思ったら プロググラミング言語の C の C++ ことだった入社の2週間後、私はアメリカのノースカロライナに長期出張に行くことになりました。半年近く、この中国語 PC を持ってアメリカで働いた後、中国に帰ってきたら、 人事部の人が来て、鈴木さんすみません、入社式の時、間違えて中国語版 PC を渡してしまいました。今すぐ英語版に変えます。お,お許しください。と平謝りだったんですが、私はすでに中国語版 PC に慣れてしまったので、そのまま使わせてもらいました。まあそんな感じで、リアルに高度成長の中国で、怒涛のようにダイナミックな環境での仕事はとても楽しかったです。2年働いた後、日本に移って、 今度はインド企業で働くことになりました。インドのハイデラバードにある本社から見て、私は現地採用の日本人社員です。俺ってどこへ行っても現地採用の運命なのね、と思いました。2007年4月9日、東京神谷町にあるオフィス、私のほか日本人数名とインド人数名が同じタイミングで採用されていました。 入社の時に書く書類はインド書式というのかやたら長くてまいりました必ず父親の名前や生年月日職業や職場情報などを書かなくちゃならないんです38歳になって自分の父親の個人情報を書くとは思わなかったです東京で働くインド人 IT エンジニアのほとんどが東京の東側 江戸川区や江東区、あるいは千葉県市川市に住んで、地下鉄東西線で都心に通っています。その中心地があの有名な西葛西ですが、若いエンジニアは家賃の安い千葉県の茨城中山とか南行徳にアパートを借りて住む。出世して給料が上がると西葛西とか、もっと都心に近い東洋町や大島あたりに住めるようになります。インド人向けの学校も 江江戸川区と江東区と東に集中していますインド人が多く暮らす東西線の沿線にはどの駅にも大抵インド料理屋があります。彼らは宗教上の理由でベジタリアンがほとんどで日本で普通の外食はできないんですね。 大抵ものすごい量の食材をインドから持ってきて自炊をするか、足りなければ西葛西や行徳のインド食材店に行って買い込むか、忙しい時は自宅近くのインド料理屋で外食するしかないですから、彼らにとっては生きていくための必須インフラなんですね。入社日にインド人社員と話してすぐ仲良くなったのですが、彼がいきなりインド料理屋に出資する話を持ちかけてきました。 彼によると、都心から東へ伸びる東西線の駅には、門前中町を除けばインド料理屋が必ずあるし、成功率も高い。今度、木場駅の近くにインド料理屋が新装オープンするから、君も出資しないか。 1一口100万円とかでスタートできてお店の収益からリターンが得られると、まあ、そういう話でしたさすがにそういう話は怪しく聞こえて当時は乗りませんでしたが今思うと1口でもやっとけばよかったのかも騎馬駅から東洋町にかけてのエリアは今やインド料理屋が10軒も集中する東京での指折りのインド飯密集地帯になりましたインド人だけでなく 地元の日本人もカレー大抵好きですし、出資したら儲かってたかもしれません。インド企業での仕事は、普段は客先に常駐しつつ、インドの本社と毎日のように電話会議をして、インド鉛英語で交渉とバトルに明け暮れた日々でした。インド企業の文化なのかもしれませんが、日本での事業成功に使うべきお金を、インド本国の財務部が握っていることが多く、 我々日本にいるメンバーは予算を全然持たされていないのでとにかく財務部から予算を引き出さないとプロジェクトに必要な人材の補充さえできないので大変なんですインドにいて日本の事情なんて全然知らないやつらをどう説得して金を引き出すかがプロジェクトマネージャーとしての私やインド人同僚の主な仕事でしただから数字とロジックで攻める 客先にお願いして一筆書いてもらってその足でインドと電話をつないでほら見ろ客から金が出るんだから SAP の財務会計と管理会計できる上級エンジニアをすぐ派遣して10人月分の予算早く出してよみたいな交渉の日々でしたそれを毎日やったおかげか今では英語の中でインドなまり英語が一番聞きやすいです以上が 中国人やインド人に混じって働いた私の体験談です。今思うとサラリーマン時代の中であの時代が一番充実していて楽しかったです。そういう国際的な環境で仕事をしてみたい方とか、えー、何かお,お悩みがある方は相談に乗ることもできますのでお問い合わせくださいね。ということで今回のお話を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。さようなら。